アツプリダマジックです。今回はニュージーンズさんのスーパーナチュラルサビ解説なりなり、はい、頑張っていきましょう。今回のねサビは振り数自体はすごくシンプルなものが多いので覚えやすいかなと思います。あとはねかっこよく見えるポイントとしては足元にかかってますね。なので、こういうところに気をつけたらかっこよく踊れるよっていうのもね、解説していきますので一緒にポイントを掴んで楽しくでもかっこよく踊るっていうのをねやってみたいと思います。それでは早速やっていきましょう。この動画は見本、解説、復習パート3つのパートに分かれております。チャプター機能を使って見たい場所へ飛んでください。他にもねニュージーンズさんの解説動画いっぱい出してますのでチャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。頑張っていきましょう。せーの、踊れる。ダンスが上手になるレッスンアカウントを作りました。今回の動画判定しております。こっち右手、こっち左手です。鏡にして覚えてください。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シー、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シー、セブン、エイ、ワン、エンツー、フォー、ファイ、シー、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シー、セブン、エイ、ワン、2、3、4、5、6、7、はい、それでは最初からいきましょう。でね、1、2、3、4、待ったら左手左足キックからいきます。ドン、ツー、カ、エン、ドン、ツー、カっていうね、キックの回転が出てくるんですけど、この手をね、肩ライン上に伸ばして、伸ばしていくのがかっこいいポイントです。なので最初左手でこのライン上にパンチするんですね。こうパンチしていくんじゃなくて、ここの動線が大事です。前から見るとこう出るとさ、ここだけだけど、横からこう出ることによってこの辺のラインが見えるじゃない。この残像がかっこいいポイントね。なのでちょっと肩ライン上に出す、したら右手がパンチで、本当だったらこう前側にね出てくるんですけど、パンチします。終わったらこの左手がもう一回伸びてからダウンって感じになります。はい、で左足からキック、キック、キック、揃える。せーの、はい、キック、キック、キック、揃える。で、キック全部前に当てたいんですね。なんで、左足がキック、右足キック前、そしたらここで回って、もう一回、左足がキック、ドン、ドン、きます。手出しっしょ、せーの、はい、ドン、ツカ、ドン、ツカ。音3つ前当たりました。せーの、はい、ドンツドンツドンツカッ、いきます。オッケー。でちょっと余裕あるなって思った人はこの足と手でちょっとだけよ、息吸ってここで当てる感じ。ドンドンドンカッカッっていうイメージなんで、息をちょっと吐くようなイメージでエンドン当ててみてください。せーの、はい、ドンツドンツドンカッ、来ましたか。そしたら始まりますよ。5、6、7、8。右手右足準備。蹴り出して、ドン、タ、蹴り出して、タ、ズン、タ、タ、来ます。はい。まず右手プッシュ。終わったら左手プッシュ。一回集めて、前横を閉じる。せーの、エン、ドン、ツ、カ、ア、ドン、ツ、カ。せーの、はい。右、左、準備、うん、タ、タ。この準備結構早いね。えん、右、えん、左、えん、準備、前、横、ダウンです。その時に足がつくんですけど、抱えたら、セーブン、エイ、トー、これ準備です、まだね。ワンの時に、キック。反対、準備、キック、ドン。片足抱えて、右足から、キック、トン、トンが正面です。足だけ、準備、ダ、ダ、エン、ドン、ツッカ。もう一回。足だけ準備、ドン、タ、エン、ドン、ツッカ。もうこの準備めっちゃ大事なんだね。やってみるよ。せーの、はい、キック、エン、キック、エン、キック、ドンと準備、タ、準備、タ、準備、キック、トン、トン、きます。はい、ちょっと今ね省略しちゃった部分あるんですけど、キック、トン、トン、準備の時もただ足で上げるよりも一緒にこの足も踏み直してあげるイメージがあると音って大きく見えてくるので、ドンドン、こういう感じですね。で、ダダダダ、うん、ダダ、こ
ここもですね。キック、and キック。このまま、準備、ドンの時も、もう一回この左足浮かせるイメージで、ドン、カン、カン、音踏んでみてください。で、このステップの時にはね、蹴ってる足じゃない方、こっちの足結構気をつけていただけると、かっこよく見えてきます。キック、キック、ドン、タッ、っていう風になると今このおへその位置っていうのがブレないんですよね。中心にある感じなんだけど、今回はキックしたらずれるんですよ。こういう風にエンカエンカカカってなるので、このおへその位置のブレがかっこいいポイントになります。なんで足元でちゃんと床を蹴ってダエンダ移動してあげて、エンドンツッカイメージしてあげてください。やってみよう。ファイシックス、ワン、ツー、せーの、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー。したら、左手横、ファイ、シック、セブン、エイ、ブン、タッチ、回転、チャチャララ。っていうのが来ます。はい。まずは、こいつがやってくるんですけど、左手は結構揃えたまま横で OK。そしたら右手が、サク、サク、反対、サク、サクっていうのをやってきます。はい。足が上がった時に、胴体までこのライン上につながるとかっこいいんですね。なので、足だけにならないように、足と反動で後ろに体が下がる。だ、だ、え、だ。こういうリズムになってます。で、手は、手の甲側が前に見えるように、だいたいこの腰前ぐらいまで刺してくれれば、ここまで行き過ぎないで大丈夫。ドン。はぁ、一回引いたら、頭のこの顔よりも少し上にはまるイメージです。こんな感じかな。はい。なんで、手の甲側が見えます。ドン、ツッカ、反対。ドン、ツッカ、きます。せーの、エン、ドン、ツッカ、はい、ドン、ツッカ、エン。したら、ブン、左足に一歩踏んで、クラップ。私ミニちゃん見てるんですけど、ふんた、はい、これがポンポンって音が速いので、ぶんたで回ります。ずるりんしゃ、はい、回転するときは足穴抱えてきちゃってもいいし、そのままなんかスーン集める感じでも OK です。したら一回カン、音聞いてください。ドン。したら右足から出て、ドン、カカカオン、カカカってながやってきます。はい、右手から出し入れ、出し入れ、出し入れ、出し入れですね。で、足が右のかかとから出てきます。うん、か、か、か、うん、か、か、か、はい、なるべくイメージしてはかかとが前から、反対も一緒に全部ねじる感じ。か、か、か、うん、か、か、か、来てみてください。せーの、はい、ずん、ちゃ、ちゃ、ちゃ、ずん、ちゃ、ちゃ、来ましたか。はい。したらズンタッタッタ、ズンタッタッタなりたいので、この首をちょっとこう前の斜め下に落とすイメージ。うん、カッカッカ、うん、カッカッカ。ただアイソルの前のこういうイメージよりは少し斜め下、こっちをイメージしてあげると音が下がります。せーの、うん、カッカッカ、うん、カッカッカ、来てください。戻ってみましょう。はい。それでは、ワン、ツーからやってみましょうね。ファイブ、シックス、セブン、準備。ワン、アン、ツー、アン、スリー、フォー。ファイ、シックス、セブン、エー。ワン、アン、ツー、スリー、アン、フォー。アン、ファイ、シックス、セブン、エイト。来ましたか？はい。そしたらね、ワンから一回つなげてみましょう。準備、これ忘れずにね、いきます。ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、アン、ツー、アン、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、アン、ツー、持って、スリー、カット、エイ、ファイ、シック、セブン、エイ、来ましたか？したら、右足から踏んでもらって、さ、ラ、ラ、ラ、ルン、ルン、もう一回。チャ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 ラーラーまでやったらもう自由です。でーシャーイエーイ、あとちょっとでした。はい、最後のこのステップね、エンドンカ
トントントンみたいなやつなんですけど、ワキワキをまずしてほしくて、手は両手ワキでも肩ワキみたいな感じでもいいと思うんですけど、うん、ドンドン、音をこう取っていきます。パラシュートをしぼめる方、 OK、 せーの、ヒュッヒュッ、ね、でその時に今のいる体の位置から少しだけ後ろにパワーを貯めてほしいんですよ。イドンドンとかドンドンだとちょっと乗り方が今回違くて、今回は少し後ろにここを引いてくるイメージです。うん、かかで手を前出した時はちょっとこういう感じで腰と手の距離感をやや離すイメージで、トントントン、最初は左から上に持ってくる感じ。ただ結構ほんとちっちゃいのでちょっとでいいです。なんでちょっと離してるところから寄っていくよっていうイメージです。そしたら同じこと繰り返します。ドン、さあさあ、少し後ろにも引いて腰とちょっと手離したら、今度は右からうん、ザッザッ、きます。手はこれだけ、せーの、えん、うん、かはつんちゃんちゃんちゃらんちゃちゃちゃんだ、きます。はい、ワンエン、ツー、エン、ここ大事ね、エン、スリー、フォー、エン、ファイブ、シックス、セブン、エイト、きます。はい、で足なんですけど、ちょっと高めな位置から下ろしてあげると、もうこれだけで音が大きく見えてくるので、このままやろうとせずに一回また上から差し込んでください。エン、ドン、でかかとが中に入った時、反対の足もちょっとこう一緒にグリって回る感じ、ダンランラン。はい、でアップダウンアップダウン、足ちょっと引いてジャンプ、トントントン、軽く肩幅で OK。 そしたらもう一回右からチャンチャランチャチャラーラー、きます。ちょっと正面でやってみると、セブン、エイワン、ちょっと気持ち後ろ、エンツー、エンスリーフォー、もう一回ファイシクセブンエイっていうのを1と2で1回横向いて、えん、すすす、前向いて、今度は左向いて、ずんざっざら、前向いてっていう感じになります。やってみますね、ファイ、シックス、せーの、はい、ダンザザララララ、ザンザランザチャチャラ、こんな感じ。そしたらまた10です。ブーン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブ、字にしてください。はい。自由な時の手は結構ブランブランしてた方が動きがあると思うので、こうずっと一緒っていうよりも、横、前、上、片手とか、前、組んで、下、横みたいな感じで、結構バラバラに音とか使ってあげると楽しい感じが表現できるかなと思います。そしたら、5、6から行きましょうか。7、8、終わったら速攻こいつ入ってきます。せーの、はい、ワン、ヒ、シックス、セブン、エイト、ワン、エン、ツー、エン、スリー、ファー、ファイ、シックス、セ、エイ、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ。大丈夫ですか？はい、ということでこれでもうサビ完成ですからね。最初からちょっといろんなポイントあったと思うので、足とかも気をつけつつ踊ってみましょう。いきまーす。ワン、ツー、せーの、ファイ、シックス、セブン、エイト、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイト、ワン、エン、ツー、エン、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、エン、ツー、エン、スリー、リフォー、ファー、シック、セブ、エイト、いけましたか？はい、それでは一緒に行ってみましょう。いきまーす。ワン、ツー、せーの、ファイ、シック、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファー、シック、セブ、エイト、ワン、エンツ、スリー、エンフォー、ファイ、シック、セブン、エイト、ワン、エンツ、エンスリー、ファイシックスエイ、ワン、エン、ツー、スリー、ファー、ファイシックスエイ、オッケー。はい、それでは少し早くなります。いきましょう。ワン、ツー、スリー、ファー、ファイ
四、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、エンツー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、エンツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シック、セブン、エイ、オッケーでーす。はい、いかがでしたでしょうか。結構ねヒップホップ的なノリが多かったと思うんですけども、本当にちょっとね足の位置を変えたりだとか手の動線を変えるだけでねかっこよく見えてくると思うので、ぜひね丁寧に体コントロールしながら踊ってみてください。最後になりますが、ジリッコですね、オンラインレッスンをやっております。周りの目を気にせずにレッスンが受けれるっていうのもオンラインレッスンすごくいいところなので、ちょっと周りの目が気になってスタジオに行くの恥ずかしいなとかね、勇気が出ないな、スケジュール合わないなっていう人はぜひオンラインレッスンねおすすめです。詳細はね説明欄の方に載ってますのでご覧ください。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。あっつりー。